モンブラン何個食べれるかな。どうも上白です。てなわけで今日なんですけど、いよいよ10月、秋も本番ってことで、近所に生えてたモンブランたくさんご用意しました。僕の誕生日もあるんで。うん、オープン。ああ、うわ最悪。ちょっと見てこれ、このさ可愛らしいやつらがいっぱいいる中、このモンブランがねこう入ってたの、横になって入ってたのよ。なんで中身が無事だったらいいわ。まあ無事じゃないんですけどね。よかった、こっちは綺麗なままだ。てなわけでモンブランの皆さんに準備していただきました。ね、これめちゃ皮じゃない？皆さんモンブランお好きですか？ちなみに僕そんな好きじゃないんですけど、ショートケーキ、チョコケーキ、チーズケーキ、その次に来るのがモンブランってぐらい結構人気じゃないですか。制限時間1時間で何個食べれるのか、モンブラン苦手な私が挑戦していきたいと思います。さすがハリマー。ウィアクルクルパー。はやるぜ今。いただきます。あーうまい。カップケーキみたいなタイプのやつ。タイマーもセットしてと。モンブランってさ、中身スカスカかと思ったんだけど、結構重たい。あ、すごい。中に栗みたいのいらっしゃるわ。これ何モンブランだろう。行ってみよう。これがモンブランだよねっていう感じの、結構クリクリしてますね。このカップケーキの部分があるのがすんごい助かる。モンブラン全部にこれついてて欲しいなって思っちゃうくらいに救世主です。うん、おいしい。今んとこ1個5分ぐらいなんで、まあ、こっからどんだけペースがダウンするかって話だよね。モンブランが苦手な僕が食べても、あら美味しいわねって感じ。栗がプツプツ入ってるし、上品な甘さですごい食べやすかったんだけど、モンブランって重いね。スイーツって割とサクサク食べれるのが多い中、これね質量がすごい。ほらこの重さ。これも何か分かりません、まあ、モンブランの何がいいってやっぱ見た目だよね。こんなもじゃもじゃしてんのポケモンぐらいしかいないもんね。名前もさ、ショートケーキとかチョコケーキみたいな、ケーキってつかないでモンブランっていう名前がちょっと小賢しいよね。なんだこれ。クリームもふわふわしっとりしてて美味しいのは間違いないんだけど、味がわかんない。なにこれ。まあ基本モンブランって栗ですもんね。一番そこがクッキーみたいな生地になってて、これまた救世主。僕ちっちゃい頃からスイーツ大好きだったんですけど、モンブランだけはどうしても好きじゃなくて、あれなんでだろうってずっと思ってたんだけど、今わかった。このもじゃもじゃな食感がさ、あんこみたいじゃない？ちょっとザラザラしてて。だからです。あんこ全然好きじゃなくて好んで食べてこなかったから、あんこだと思ってたんだ。20年ぐらいの謎が解けた。これね、今のちょこっとで分かったけど、多分チーズだ。イエス。当時から名前は好きだったんですけどね、どうしてもこのあんこみたいな食感が無理だったんだ。これ美味しそう。やっぱ秋になると栗の商品とかたくさん出てくるからさ、こういうチーズとかあると嬉しいよね。ちょっとベリーも入ってる。うまい。うわ、これまた強いね。普通の栗タイプのモンブランは味はあっさりしてるから食べやすいんだけど、このチーズはすごいわ。ほんとチーズかじってるみたいで、トムとジェリーのジェリーの気分。お、今45分だから3個食べて15分。まだ減速してない。調子いいっすね。クリクリチーズときたらこれ多分お芋だよね。この紫のやついきたいと思います。きっとお芋です。スポンジケーキみたいになってるわ。僕このカップケーキのさ、スカート包まれてるタイプ好きなんだよね。このままかぶりんちょで失礼します。クリームめちゃめちゃ入っちゃってる。これが一番おいしい。お芋の優しい甘さとこのふわふわスポンジ。やっぱ僕栗よりもお芋の方が好きですね。てかずっと前から思ってたんですけど、なんでモンブランって基本栗、たまにお芋とかだけなんだろうね。今日は珍しくチーズもいたけどさ、チョコのクリームあってもよくない？僕この世で一番チョコ好きなんで、ぜひモンブランの皆さん、チョコも仲間に入れてやってください。お願いします。今日皆さんには内緒にしてたんですけど、こちら行きたいと思います。実はね、モンブランじゃないやつもいました。サシャです。プチ
僕進撃の巨人でサシャめちゃめちゃ好きだったの。いやーこれ美味しそう。失礼します。これまでモンブランたちの優しさに育まれてきたからさ、もうめちゃめちゃ温室体質になったの。めちゃめちゃ濃いです。これびっくりしちゃう。美味しいけどね。お菓子のサシャ感もね、確かにある。このブツブツ感で、ちなみに一番好きなキャラはミカサ。あと30分ぐらい。いやー、はあ、質量的にはモンブランの方がずっしりくる感じなんだけど、今のやつはね脳にアプローチしてきましたね。糖分だよーんって言ってるような感じ。ちょっと今のままだと食べれて2個ぐらいしかいかないと思うんで、残りの10分使ってちょっと運動したいと思います。すいません。あと20分。すごい見た目が優しそうな目玉焼きみたいなやついきたいと思います。いきます。面白い。同じ栗のモンブランでも全然違うんだね、味が。中にカスタードクリームみたいなのも入ってて、ちょっと贅沢。うん、あとめちゃめちゃ濃いサシャの後に食べるからすんごい優しく感じる。多分もともと優しいんだろうけど、ほぼ無です。今ゴーモンブラン、ハロウィンのやつ。失礼します。あ、これまた重いぜ。初めてのかぼちゃ、しかも中にチョコチップ。かぼちゃが苦手なお子さんとかに何とかしてかぼちゃを食べさせたいわみたいな人はこれだね。ごちそうさまです。6モンブランの1サシャでしたね。ちょっとモンブランのこと舐めてました。てか今まで接する機会が少なかったから、ちょっとねまだ理解できてなかったですね。この子たちは重いです。ただやっぱ小さい頃思ってたよりも全然美味しくて普通に食べれちゃう。でこの双子ちゃんちょっと残っちゃったんですけど、明日の朝ラップに来るんでチンでいただきたいと思います。皆さんもよかったらモンブランパーティーやってみてくださいませ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。コケコッコ、おはようございます。美味しそう。このダブルになってるやつ多分お芋なんだよね。いただきます。朝一のモンブラン、おいで。そこはクッキーみたいになってます。ラストモンブラン、渋い栗のやつみたいな名前だった気がする。もう一回幸せを味わえるっていいよね。ちっちゃい頃の僕が超苦手だったタイプのモンブラン。やっぱ苦手なものとかもとりあえずチャレンジしてみるっていう、その気持ちが大事ですよね。今回モンブランから教わりました。ありがとうね、モンブラン。またね。